皆さんこんにちは、トップ13です。レユースターライトを彩るのは、未完成の芸術とも言うべき、舞台少女たちと、個性的な舞台装置の数々。だけではありません。皆さんはアニメを見ていてこんなキャラや、こんなキャラを見た覚えはありませんか？スターライトを語る上で、このマスコットたちの存在も欠かすことができません。というわけで今回の動画は、そのマスコットたちをとことん掘り下げていきたいと思います。まず紹介するのは、ミスターホワイト。皆さんご存知、神楽光が幼い頃から気に入っているキャラクターです。ぬいぐるみはもちろん、日用雑貨からレユー服に至るまでミスターホワイトがあしらわれているあたり、相当好きであることが伺えますね。名前が登場したのはアニメ第4話のカレンと光の電話での会話から。ミスターホワイトのタンブラーが日本限定商品と言われているところを見ると、世界的に認知されているようです。見た目は名前の通りの全身真っ白の白クマで、シンプルな容姿がとても可愛いですね。きっと、メルヘンチックな世界に住んでいるのでしょう。と、思うじゃん。実はこのミスターホワイト、この見た目で、都合でのスパイという設定なのです。喋り方も見た目とは裏腹に男性的でめちゃくちゃ渋く、ラインのスタンプや、4コマスターアライトからそれが垣間見えます。光は彼のどこに惹かれたのでしょう。見た目と中身のギャップ萌えでしょうか。いつか、ハードボイルドなミスターホワイトが大活躍するアニメが見てみたいですね。続いて紹介するのは、鈴ダルキャット。こちらも、舞台創造家の方にはおなじみ、梅雨崎真昼のお気に入りのキャラクターです。アニメでは、第1話ででっかくプリントされた T シャツとして初登場し、その後第5話の嫉妬のレユーにて、真昼の舞台装置として大活躍していました。私は最初、真昼が野球好きという設定から、てっきり真昼が応援している球団のマスコットなのかと思っていました。でも、実際には違いました。この鈴ダルキャット、実は先ほど紹介したミスターホワイトと、ライバルの関係にあるキャラクターなのだそうです。具体的にどういった理由で敵対してるのかは定かではありませんが、現実の作品で置き換えれば、トムとジェリーのような関係なのでしょうか。なお、4コマスターライトでは、なんとゲーム化されていることが判明しています。超絶クソゲーだけどな。ちなみに、この鈴ダルという変わった名前ですが、ちゃんと由来があります。元ネタはアメリカの SF 作家、コードウェイナー・スミス氏の作品、人類補完機構シリーズの一作、鈴ダル中佐の犯罪と栄光から取られています。古川監督と小出副監督が、この作品がお好きなようですよ。私もいつか、読んでみたいと思っています。さて、最後に紹介するのはこちら。神ハミは、こちらは、我らが主人公、愛情カレンお気に入りのキャラクターです。え、こんなキャラいたっけ？そう思った方もいるのではないでしょうか。無理もありません。だって前の二人と違って、ほとんど作中に出てきませんでしたから。出てきたのはこの4話のスマホの画面や、最終回の鍋パの場面にちらっと映ったくらいです。名前が判明したのも、アニメ劇中ではなく、Twitter での古川監督のつぶやきが初でした。そして、このキャラクターが一体どんな作品に出ているのか、どんな設定があるのか、今のところ、一切わかっていません。謎です。キリンより謎です。劇場版でも特に語られることはありませんでした。いつか、カレンが神ハミワについて熱く語ってくれる日が来ることを祈って待ちましょう。というわけで、スターライトのマスコットキャラたちの紹介でした。いかがだったでしょうか？彼らは決して目立つ存在ではありませんが、今後も舞台装置やグッズとして、スターライトに彩りを添えてくれることでしょう。グッズも色々出ているので、気になる方はぜひ調べてみてください。それでは今回はこの辺で。ご視聴、ありがとうございました。